ネガトをぶっ飛ばせ。色が白い肌に戻るまでは黒蜜としてやらせていただきます。よろしくお願いします。であとですね、歴史&温泉芸人というふうに書いてるんですが、まあ、歴史好き温泉好きということで最近温泉観光士になる資格も取りましたので、そちらの方のですね、あの復旧活動というのもやっておりますので、ぜひよろしくお願いします。よっけいよっけい。じゃあ、ゲーちゃんお願いします。私、はい、熊本県出身 の、 あの芸人やってますラリルリエと申します。ね、滝沢カレンさんのモノマネで、あのこの間、ついこの間10月2日放送のモノマネグランプリも、はい、あのカレンさんのモノマネで出ました。はい、すごい素晴らしい。そう、でもあのカレンさんのモノマネと、あと他にあの結構動物が大好きで、家でトカゲとハリネズミを飼ってます。あれ2種類だっけ？もっと飼ってるイメージあった。本当なんかもっといろいろ昔いろんなの飼ってたんですけど、最近はもうあのハリネズミとトカゲ、あ、そうなんだ、2つ飼ってて、一人暮らしだから、ちょっとさすがになんかそんなに世話できない、引っ越してから考えたっていう。そういうものとかいろいろ Twitter とかブログとかにも上げてますので、はい、よかったら見てください。はい、礼儀正しいですね。礼儀正しいですね。礼儀正しいですね。カレンちゃん、カレンさん、はい、はい、じゃあ、そして、はい、アミナさんお願いします。はい、エルムパルというコンビで活動をさせていただいております、アミーナと申します。普段はボートレース YouTuber として、YouTube にボートレースの予想とか、
生配信とかあと買ったやつとかいろいろあげたりとか、はい、あとボートレース関係のお仕事とかもいただいたりして、本場で予想とかもさせていただいております。すごい。そんな感じでぜひ予想乗っかってください。当たらないかもしれないけど。いやー、まあ、ボートレースってさ当たりやすいって言いません？当たりやすいですね、競馬とか公営の、ね、あれの中では一番、うんうん、はい、6艇しかいないんで、やっぱりあの全120通りなんで3連単もなので。おー、ボートレースってあの船船です。あ、船、ボートって出るのに、ボートってついてるじゃない。ボードゲームみたいな、人生ゲームみたいな。しかそれで何をかけるんですか。人生かけてやってるんですか。人生のお金あるじゃん、なんかおもちゃのあれのやつかなって。そういうわけじゃないんですよ。 あれ危なくて見てらんねえよ。あ、でもちゃんと危ないとは認識してるんだ。危ない、あのぶつかったら死ぬよ。死ぬない、死ぬない、死ぬない、死ぬない。奥深いんですよね、ボートレースって。なんかね、いろいろとなんかエンジンとかをその日に抽選かなんかで、あの、その節のモーターを抽選で決めて、すごいやっぱりそのね、1番時計の人とか2番時計の人とかいろいろあるんで。競艇ってことですか。はい、そうなんです。でも競艇、競艇ですね。なんか今でも競艇って言わないみたいで、ボートレースって。あ、おしゃれに、言わなきゃいけない。何でも横文字にすりゃいいと思う。確かに。そうだね。その際競馬のホースレースとか言い出すかもしれない。あ、かもしれない。いいかもしれない。ホースレース。ちょっとかっこいいね。ホースレース。ホースレースいいですか。なんか競馬の方がいいね。競馬の方がいい。競馬、競馬の方がいい。ダンカさんが言ったらエロく聞こえる。なんで。確かに。何でもちょっとエロそう。ホースレース。何でもありじゃん。いや、やらない、やらない。エロがちね。耳が喜んでますもん。ちゃんとカメラを見て言えと。あ、はい。みんな、ちゃんと選んでね。ホースレース。何のこっちゃ。自分で作っちゃった。いや、もうさすがお耳の恋人。今日さ、ツッコミいないのかな。今日ツッコミないです。多分キミエさんです。キミエさん。キミエさん。ツッコミじゃなくて悪口です。あ、ごめん、じゃあちょっと先に。あ、すいません。はい、同じくコンビのエルムパルのしげると申します。ちょっとこれといって特技もなければ、まあ、趣味もないんですけども、今はちょっとパチンコスロットに貯金をしています。よろしくお願いします。あれは貯金なの？いつか返してくれる？そうです、今貯金してる最中なので。だいぶ利子つきそうな。多分もっと来ると思いますよ。いや、もうボートレースとか皆さん大丈夫ですか？追いついてきてます。一気にシーンとなったから心配になっちゃいますよ。はい、私ね、エルムパル、エルムパルだね。エルムパルです。エルムパルは、はい、どっちがボケでどっちがツッコミなの？一応あのネタの方ではボケとツッコミさせていただいて、ツッコミというかただただあの驚いて怒るっていう。そういう感じですね。驚いて怒る。ちゃんとツッコんではいないかなっていう感じですかね。斬新な。そうまあ、後でそうです。後でね、ネタ見ていただいたらなんだこれって思われるかもしれないんですけど、ちょっとそこは長い目で見ていただいて。はい、よろしくお願いいたします。すいません。あれ、あの質問来てる。オートレースってさ、ボートレースと違うの？オートレースは車、あ、バイクです。バイク、バイクか。 あれだ、スマップの森くんのやつが。あ、そうです、そうです。モトクロスとかってこと？あ、それもまた違います。モトクロスはあの道をこうやって、自転車、本当に自転車の、自転車なんだあれは。はい、ちょっとレースの話で盛り上がりすぎかな。ギャンブルばっかり。パチンコパチスも聞きたいんだけどさ、ちょっとあれだから後でこっそり聞く。じゃあキミエちゃんお願いします。はい、ピン芸人のキミエです。弾き語りやったりとか、なんか作詞作曲やったり、なんかライブの主題歌考えたりとかして、主に一人で何かやることが好きな人間です。以上です。うわ、感動。なんで、なんで端っこは膝を抱えているんだって、コメントが。頭抱えてたらちょっと画面越しで悪いかなと思って膝を抱えるようにしてるだけです。頭抱えたら、ね、本当は頭抱えたいよ。それは売れない。ずっと頭抱えてるよ。売れない芸人はみんな頭抱えたいですよ。売れない芸人のくせにギャンブルやってんじゃねえよ。金かけてんじゃねえよ。バイトしろよ、バイト。まさかの正論出たね。悪口じゃなく正論出た。膝を抱えてる方に言われるっていう。またこれまたね。まあでもモノマネって言ったら、あのジオンの、あの敏夫くん
あー、似てるね。モノマネで、一切テレビに出たことはないですけども、あ、似てるなって自分で思ってます。思うだけです。でもさ、ジオンの年をくんって言われたら、ちょっとさ、当たるなって思うよ。ほんでやめた。へー。君さんってへこむんすか？まあ、当時はね、違う、ニコ生って匿名だからさ、ツイキャスと違ってすごい言われんの。あー、そうなんだ。生きてるだけでゴミとか言われんの。へー。ゴミだからニコ生やってんだよと思って。そのゴミ拾いますよ、私が。そっか、でもゴミってさ、ゴミになる前は何かの役に立ってたんだよ。そうですよね。そうだね、確かに。もともとは。うまいこと言おうとしてますよね。諭されてる。はい、ゴミは燃えたら熱を生み出し電気になるんだよ。ということで、はい、役に立つんだよ、ゴミも。はい。ということで、はい、動きましたので、はい、コメントにたくさんありがとうございます。こんな感じでちょいちょい拾っていきたい。コメント一切見えないのね、うち端っこだからさ、確かに。判定に勝ってて、ね、でもね、良きやつだけちゃんと拾うんで大丈夫。 OK です。え、いいやつあります？逆にえ、ちゃんとあの質問とかね、あ、あります。可愛いのにっていうのは誰に言って向かって言ってるのか分かんないんで、全員で受け止めたいやったーやったー、ありがとうございます。どうもありがとう。じゃあ動画が再開されたということで、はい、早速なんですけれども、はい、ね、やっぱ芸人ということでネタをちょっとずつやっていきたいなと思いますので、ネタのコーナー。では、キメちゃんから順番にネタをやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。トップバッターですよ。トップバッター、トップバッターやるね、今日ね、ネタやるんすね、本当に。あれですか、5分かかるやつですか？やんねえよ、やんねえよ。地獄だよ、地獄。ライブだったらいいけど、こんなね。じゃあ、いいよ、楽しみにしてたのにね。じゃあ、本当に、じゃあ、あ、どうも、あの、右肩にだけ重心がかかってる、キミエと申します。よろしくお願いします。なんか乗ってるんすか？重力じゃないか。じゃあ、ね、ショートコントなんか短いやつやっていきたいなと思います。ショートコント。最近の女芸人は、ライブに出るよりも、メイクとか男とどうやって、遊ぶかをばかり考えているっていうショート…あ、ごめんなさい、間違えました。そういうのはダメですね。あ、間違えました、間違えました。おかしいな、今日やろうと思ってたコント何だったっけな、ね、急遽ネタやれって言われたから思い出せないですよね。あれじゃないですか、誕生日ですか？誕生日ですね、あ、そうです、あのですね、ですね、ショートコント、最近の、女芸人は自分で作った料理をきれいに写真にアップロードすることばかり考え、あ、ごめんなさい、間違った、ですね、それは見ないですよ。そうですね、ですね、あ、すいません、普通にやります、ショートコント、泉の女神、うん、メロンパン美味しいな、うん、あ、泉の中にメロンパン落としてしまった、ブク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 、あなたが落としたのはこの銀座の地下デパ地下で買った高級メロンパンですか？いいえ、違います。ではあなたが買ったのはこの普通のデパ地下で買った高級メロンパンですか？あ、違います、私が落としたのはスーパーで値引きされた70円のメロンパンです。あなたは正直者ですね。ではこの高級メロンパンの銀座のやつをあげます。わあ、ありがとうございます。ブヨブヨ、どうもありがとうございました。イエーイ、おーチーヨーネタなんか普通にコントやりたいよ、机と椅子使ってなんだよーやだよー、なんだよー、応援いっぱい来てるから。いや、本当ですよ、はい、笑えよ、応援してるからって、なんで応援なんだよ。そうそう、あと T シャツいいなって、うん、ああ T シャツありがとうございます、お気に入りです。大喜利っすね。大喜利っすねってなんだよ、お前うるせえんだよネタ中。一応それ踏まえても全部含めてネタだからね、あれちょいちょい言ってくるから邪魔だなこいつの。勉強になるなと思って話したら余計喋ってくんなよ。さっきね、あの後ろ映ってるから人がね、ネタやってる時に笑ってねって言おうと思って、私が間違ってヤジ飛ばしてねって言っちゃったんですよ。そしたらヤジ飛ばしてきてネタ中にヤジ飛ばしてって意味わかんねえな。私のせい、ごめんなさい。まあいいや、そんな感じで、はい、キメちゃんでした、はい、ありがとうございます。じゃあまたあそこでやってるんだよ、よかった。長く見たい人はね、ぜひライブに、ね、普通のライブに来てください、はい、もう恥ずかしい、はい、なんで人前でこんな格好悪いことしなきゃいけないの。それが芸人だぞ。じゃあ行きましょう、次、はい、はい、エルムパルのお二人お願いします。はい、はい、緊張してますね、はい、うわ
すごい緊張してる。緊張する。こんな感じ。それはネタなの素なのどっちなの？これ緊張です。これいつもしてます。いつもここでやるんでしたっけ？下を降りた方がいいです。ここで。あ、ちょっと遅いね。すいません。ありがとうございます。せーの。どうもー！エルムパルパル、エルムパルでーす。よろしくお願いします。すいません。いや、自己紹介します。もう一度ね。泉谷です。みんなからしげるって呼ばれてます。よろしくお願いします。今日も元気に。はい。みんなだよ。こう見えて新婚ホヤホヤの既婚者です。よろしくお願いします。はい、困った。え？本当困った。どうしたの？いやさ、ほら、私って可愛いじゃん。は？だからさ、もう毎日毎日もうナンパされまくっちゃっても困るんだよね。あ、そんなん断っちゃえばいいじゃん。いやさ、知ってると思うけど、私ってほら可愛くてさ、性格もいいじゃん。性格いい子自分でそういうこと言わないと思うけど。だからさ、もう可哀想になっちゃって断れないんだよね。断れないんだ。もうすぐおっぱい見せちゃう。おっぱい見せちゃう。もうね、すぐおっぱい見せちゃうの。おっぱい見せちゃうってどういうことなの？だからさ、ちょっとちゃんと断れるようにしたいから、しげるちょっとナンパを取る。おっぱいは、あ、声かければいいよね。でね、彼女今一人、これからちょっとお茶しない？ショートケーキ食べてもいいですか？いいよいいよ、食べていいよ。おっきいイチゴの乗ったショートケーキ食べてもいいですか？食べていいよ、どんどん食べていいよ。おっぱい見せてあげる。ダメだよ。ダメだよ。なんだ、ショートケーキ1個でおっぱい見せる、このアバズレが。ちゃんとやるよ、付き合ってやってんだからよ。でね、彼女今一人、これからちょっとお茶しない？あ、いえ、一人じゃないです。あ、一人じゃないんだ。そっか、友達と待ち合わせだ。いいよいいよ、みんなでね、盛り上がって。お腹の中に、もう一人。気まずいわ。気まずすぎるわ。確かに断れてる。断れてるけど、ちょっと違うな。ちょっと別のできる。でね、彼女今一人、これからちょっとお茶しない？あれ、その時計って、ああ、ロレックス。ロレックス、ロレックスの時計にアルマーニのスーツにこれ持ってなのかば。結婚してください。ダメだよ、既婚者。いや、ちょっと新婚ホヤ、ダメです、外せ。旦那さんすいません、ちょっと結婚指輪ね、ちょっと旦那さん見てたらどうすんだよ。もう全然断れてないじゃん。じゃあ分かった、私もうナンパされてもついていかない、連絡先だけ交換する。旦那さん、申し訳ございません。どうもありがとう。謝るんだ。いや、もうこれでね、ザ・ダブル行ったんで。はい、ザ・ダブルをね、これで受けさせていただきましてね、見事にね、はい、落ちましたよ。はい、足綺麗だなって。わ、足すっごい細い。ネタじゃなくて足を見てたんですか？うん、うん、言っちゃう。いや、うん、うんじゃないんですよ。だったら私だって足出して言うよ。やりますよ。じゃあ後でたっぷりその挟みください。ここ全部切りますもん。脱ぐんじゃないんだ。切るんだ。ちょっと脱ぐのはちょっとあれ。抵抗がある。じゃあ後でちょっと挟みをして、はい、じゃあありがとうございます。エルムパルありがとうございます。ありがとうございます。じゃあリエちゃんお願いします。はい、すごい、なんか本当緊張しますね。いや、そうですね。こんな感じ、これいいですか？黙って、はい。はい、さあ、はい、改めましてラリルリエと言います。そしたらじゃあ滝沢カレンさんのモノマネを一発やってみようと思います。はい、映画を紹介する滝沢カレンさん、本日ご紹介するのは上手です。悪い魚は全て合成なんで安心してください。はい、カレンレレンレンレン。はい、ってな感じです。あ、ありがとうございます。いや、久しぶりにさ、カレンレレンレンレン。困った、困った時のカレンレレンレン。それ使わせていただいていいですか？わかるな。使ってください。困ったら使ったらいいですね。困った時のカレンレレンレンレン。テリエさんも使っていきましょうよ。キャラじゃないし、なんならうち普段ショートコントやんねえし、恥ずかしくてできねえや、ショートコントなんて。ででんででんでんで、それババ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 お、はい、秋だから暖かくしてほしいよ。寒い。結構これ以上寒くすんない。結構冷房効いてますからね。はい、
では改めまして壇蜜です、よろしくお願いいたします。あのちょっと前にねお断りしておきたいんですが、今から私がやることはすべて皆様の脳内変化に頼っておりますので、もしも深夜2時のテンションに聞こえたら、それは皆様の脳の機能が正常に働いているということですので、何卒ご了承ください。壇蜜最近思うんですよ、世の中にはいろんな犯罪が多くて大変だなって思うので、今日は皆様にこういう犯罪に巻き込まれないでねという例をショートコントならぬショート壇蜜でお届けしたいと思います。ではまずはオレオレ詐欺、プルルルプル、もしもし、もしもし、オレオレ、みつみつ、ねえ、ハーハーしてる、ハーハーしてる、お金振り込んで。はい、みつみつ、ハーハーしてる、お金振り込んで。あ、お金って簡単に稼げちゃうんだね。はい、気をつけてね。あ、どうしました？ちょっと今4万人のお客様がざわめきました、すいません。折れずに行きたいと思いますね。え、ショート壇蜜万引き G メン。あ、何ですか？え、カバンの中、商品を入れたところを見た。私の恥ずかしいところ見てたの？どこから盗み見てたの？私の恥ずかしいところ盗み見てたの？入れるとこ見てたの？見てたんでしょ？あ、Gメンさん？Gメンさんの G って何？はい、犯罪ダメ、絶対。どうしました？ハーハーしちゃった、ごめんね。なんかね、今カメラの真下のお客さんの時が異常に笑ってる。私は満足。では皆さん、健全な夜を。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日ね、一応ね、はい、準備してたんでね、一回ちょっと自分だけやっとく、ね、この深夜じゃない、夜8時のやっちゃいけないやつね、本当に。夜はね、そうそう、まだ早かったってこと。本当に人を叩くようになったんだけど、今自分がいる。怖いっす、怖いっす、自分でこうやってずっとやってたら。そう、あ、しかも立ってやってるから全然映ってないや、ごめんね。はい、ということで、ネタコーナーでした。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、いや、よかったです。これで一回ちょっとみんなホッとしたでしょ。いや、かなり本当緊張しましたよ。なんか本当になんか動画配信の、まあ、ニコ生やったことあって、はい、それとかではなんかあの虫を食べたことしかないんですよ。ちょっと待って、何？だからなんかこう、ネタをやるの今日初めてだからびっくりしました。ちょっと虫を食べたっていうのも虫を、ね、中の子の衝撃を食べましょうっていう、なんか人ができないことをやってあげようか、食べたくないけど結構気になるって自分がいたので、はい、じゃあそれをやりましょうってことになりました。なるほど。ちなみに何を食べたの？タガメと、タガメ、サソリと、あ、サソリ、カブトムシと、カブトムシ、あとなんかもう虫以外だと豚の睾丸とか、あ、でもそれはなんかモチ的な、そう、なんか食用ヤモリとか、ヤモリ、そう、でもだって好きじゃん、爬虫類。そう、でもその時はまだ好きじゃなかった。好きじゃん。あ、ごめんなさい。その時はまだ好きじゃなかったんですよ。だから食べれた。で、あの、あれが一番やばかった。あの、韓国の、なんだっけ、ポンデギってやつ。ポンデギ？あの、ガヌサナギ。あれはやばかった。一番やばかった。それってさ、ちゃんと調理されてんの？いや、一応なんか、韓国でも賛否両論だけど、一応こう、おつまみとして、屋台とかに並んでるもの。あ、でもさ、日本だって食べるっちゃ食べるじゃん、蜂の子とか。あ、まあまあまあ、蜂の子とか、ね、あの、なんだっけ、イナゴ、イナゴ、イナゴ、ね、食べますもんね、はい、私もサソリは食べたことある。あの、ちっちゃいのはね、意外にサクサクしてていけるけど、でっかいのやばいよ。え、どんな味なんですか？中身がドブドブドブ、ちょっと、あの、ドブを食べたことがないので、ドブって言われてもあの、ほら、ドブっていうか、なんかあの、ドブの匂いしてくるじゃん、なんか、プーンって、あれがなんか口の中に取り込んできた感じです。へ、あと、あれ、あの、バロット、あの、フィリピンの深茶系の、あれさ、食べ、見たことあります？卵の、卵する前のひよこがね、ひよこがこんな感じでいますので、顔やんなくていい、こん
な感じで見ますよ。あれさ、上にね、最初卵をこうやってカンカンってやって割って汁を飲むんだけど、そうそうそう、その汁何か知ってます？え、知らないで飲んだ。あれ、おしっこらしい。そうなの。ちょっと待ってください、二人だけで盛り上がってます。ごめんごめん、ずっと合わせようとしてる。ちょっとトークコーナーでやりますよ、ね、そういうのあるんだな。リエさんはハーフなのって来てますよ。あ、全然日本人です。熊本のに熊本出身です。あ、はい、そうです。熊本、さっき言ったの熊本出身。あ、っおっしゃってましたね。そうなんです。熊本のハーフじゃなくて熊本。熊本と、じゃあ正確に言うと熊本と東京のハーフですね。あ、そうなんだ。どっかに血入ってないんだ。なんかおばあちゃんクォーターとかなんか。いや、全然入ってないんですよ。へえ。入ってない。いないね、親戚。肥後もっこすって。そうそう、もろ肥後の。肥後と東京の人。肥後と東京の。つい飛んできは蚕のさなぎ。そう、蚕のさなぎ。そうそうそう、そうだ。え、蚕のさなぎ？蚕だね、あれ。カイコのサナギってサナギの時を食べるってこと。そう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 。勉強になりました。ではこのまま続きまして、はい、コロナ禍で、はい、トークコーナー、はい、ちょっと今フリートークをちょっと勝手に2人で広げすぎたので反省してすいません。今からテーマに沿ってね、はい、皆さん挙手制でいきますんで、これ私あるよっていう時は元気よくキメちゃん以外手を挙げてください。キメちゃん、キメちゃん、キメちゃん、まあちょっと元気でなくてもいいか。全力ですよ。元気だとね、ずっと 120% でやってますよ、今日は。キメちゃんがさ、はいとか言ったらさ、どうしたの、多分周りの今日雨ですね、心配されちゃうから、心配されちゃう。ほどほどに行きます。はい、ということで、最初のトークテーマは誰にも理解されない私のこだわり。何か、私すごいこだわってるんですけど、これあんまり理解されないんですよねっていうのありますか？理解されない。それか別に理解されないっていうか、これ私だからみたいなんでも全然。てか理解されてないことの方が多いんですよ、私。お、なんか何言っても全部理解されないから。キメちゃんってさ、こだわりめっちゃ多そう。こだわりはないけど、なんか、あ、ちょっとなんか多分考え方が違うなってことは多いから、あえてでもそれを押し付けたりしないで、もう自分の中で勝手に完結させるかもしれない。でもさ、ツイッターでよくさ、なんか書いてるじゃん、さっきのみたいな、その料理のばっかりあげやがってとか書いてるじゃん、イラスト、かわいいイラストで。そうそう、逆に自分の中でツイッターを上げるこだわりとかあるの？私はこういうことをツイートしかしないんだぜみたいな。とりあえず、でも最近本当に更新ちょっとちゃんとするようにしてて、っていうのは今年中に2000人行かないといけないんですよ、フォロワーが。あ、なんか言ってた。そう、あの番組、ネット番組の、これもネット別の番組なんですけど、企画で、だからちゃんと考えてあげるようにっていうので今いろいろ上げてますけど、当時はそれこそ本当に尖ってて、まあ今尖ってつもりないですけど、あの自撮りをまず上げないっていう、はいはい、いうこだわりがあったけど、今バンバン載せて、自撮り載せるたんびにフォロワーが減るから、あれと思って、逆にもうイラストとかにして、なんでどうしたもんか。普通女子って自撮り上げるとね、結構見てくれる人増えるはずなんですけど、そうあんまりなんですよね。あれ、自撮りのこだわりってない、皆さん。誰の、でも前入ってた事務所で、あの毎日更新しなさいって言われてまして、でそれも毎日自分の顔写真を上げなさいって言われてたんですよ、はいはい、でも私いつもこういうここだけの写真とか、分かる、そういうのばっかりなんですよ。分かる、私も半顔にしちゃう癖が、半顔とか、もう目見開いたやつとか、そういうのばっかりなんですよ。え、今1993人なの、フォロワー。もう少しじゃん。え、何、あと7人じゃん。あと7人ですよ。いや、嘘つけや。あ、違う、嘘つけや。ちょっと期待したじゃねえか、今1900。だってコメントで調べて書いてくれたのかなと思って。そう、え、本当に1993？え、そうなの。キメちゃんすごいじゃん、あと7人じゃん。あと、いや、嘘、うち待って、この番組始まる前、うち見た時1900、10何人よ。すごい増えたの。いや、おかしい、こわ、え、業者に乗っ取られてる、それ何、え、何、グラさんとかツイートしてんじゃん。1933か、1933、あ、33か、びっくりした、びっくりした。あともうちょっとじゃないですか。でも、いや、そのもうちょっとがね、なかなかいかないんだよ。あともうちょっと。結構さ、上下、1日でも結構フォロワーって上下しますよ。あ、するしますね、するするする。ツイッターの本当フォロワー増やし方どうやって増やすんだろう。だ、YouTuber とかすごいですよね、やっぱり。アミーナさんなんかすごいじゃないですか。そう、アミーナさんどれぐらいいるんですか。6000人にも見られたら死ぬよ。やだよ、恥ずかしい。怖いよ。2000人
ですよね。キミチの絵可愛いって。え？キミチの絵可愛い。ちょっとあの あれ消してほしい。あれ消してほしい。どれ？キミチの絵可愛い。この絵じゃないです。え、じゃあツイッターの絵でツイッターとかに絵描いてるからでしょ。あ、ちょっとキミちゃんのフォローは外さないで。黙ろ。あ、すいません、メガネちょっと見えなくて、まあ、あれ間違えちゃったから。いい、でもいけそうじゃない、あと3ヶ月あって67人。まあとりあえず今頑張り中っていうことなので、はい、よろしくお願いいたします。はい、断ります。あ、ちなみにここの中でフォローしてくれてるのも島唄さんとアミーナさんなんですよ。意外でしょ、アミーナさん意外に私のことフォロー外してないんですよ。外すわけないですよ。いや、なんかこういうタイプってすぐ外しそうじゃないですか。わかります、わかります。すぐ外してきそう。わかります。でもなんか、あ、この人案外見た目以上にいい人かもしれない。なんだそれ。見た目だって性格悪そうじゃん。確かに。そうそうそう、性格悪そう。確かにしてる。確かにって思う。まあ勘違いされやすいですからね。女子に好かれないタイプなんですよね。めっちゃ嫌われる。絶対好かれないタイプ。嫌われてそうだわ。大丈夫、うちあの性別関係なしに嫌われてるから。そんなことないです。そんなことないです。悲しくなる。こだわり他は。こだわりはないですけど、最近髪染めまして、うんうん、いい色だよね。あ、本当ですか。化け物みたいな色じゃん。いや、でも確かに言われたんですよ。おはようございますって入った瞬間、おい化け物かよって言われたんですよ。だって違う、え、黒じゃん人間って。人間はね、そうですね。茶色とか許容範囲なんで、うん、バンドマンで金髪の許容範囲、うん、これは何色なのそれ。これはアッシュってわかります。ほらもうアッシュとかわけわかんない単語出てくるでしょ。あのアッシュとピンクと、紫っていうのはあれなんだけど、ラベンダー、ラベンダーを混ぜたい。ちょっとかっこよく言いたいタイプだ。ラベンダーってあの便所の匂いだべ。匂いじゃない。便所の匂いのやつだべ。匂いのやつですけど、あの色です。あの色のやつです。はい、そうなのを混ぜた色をやってくれたんです。でも色って全部混ぜたら結局黒だから、そんな中途半端にしなくていいじゃん。いや、でも今まであの髪1年間通ってた場所があったんですよ。そこはちゃんとやってくれなかったんです。あの知り合いのつてで行ったところがあって、ちょっとあのこの間は、うん、あの夏なんでちょっと明るくしてくださいって言ったら、はいはい、染めた後にどうですか今回ちょっと暗くしてみましたみたいな言われたりとか、そういうのが多いんですよ。なるほどね。そう、勝手にメッシュ入れられたりとかするんですよ。ちょっとね、画面では伝わらない。あ、本当ですか。茶色か、あ、茶色か、茶色か。あ、うち茶色を見てさ、化け物だなって言ってこいつ目どうなってんだよって思われてさ、やだ。すげー変な色してんですよ、マジで。でもさ、いい髪の色にこだわるって結構。そうですね、今そうしてます。一度これブリーチで抜いたってことだよね。一度ブリーチで全部抜いて、そうか、白に近いぐらい。うわ、将来ハゲんだろうな。いや、本当にそうなんですよ。でももう将来もちゃんと懸念して。今本当に今楽しもうみたいな。髪色変えて楽しくなります？キミちゃん変えたことないの？正直私中学校で金髪だったんですけど。マジで中学校なんで。めっちゃブリーチガンガンでしたけど、でも もう高校になってからずっと黒 で今地毛の黒でずっとやってますけど、染める人の意味がもう今は分からないというか、大人になってってこと、だって高いし、で学生の時はちょっとやんちゃってあるじゃないですか。今のこの年になって染めてる人見ると何をそんなになんかはしゃいでんのかなと思って。やっぱ学生時代ちょっとネクラだったので、全然はっちゃけないタイプだったので、それが今来てんじゃないかなっていう。遅いよデビュー。何年越しのデビュー。あの28歳からデビューしちゃう。28歳ですか。今28。あ、すいません先輩。そこなんだ。そこびっくりしちゃった。あれ上じゃんと思って。あれ今まで何歳だと思ってたんですか。ちょっと下ぐらいだと。やだー、もう今まで通りいきます。今まで通りかい。今まで通りかい。変わらんのかい。どうせ態度変えらんねえし私は。確かに今ねコメントで白髪染めたいっていうか、分かるんですよ。でも白髪がめっちゃ増えたら、そういう色にしたい、うん、紫とかにしたくて。あ、だからもう抜く必要がなくなるじゃん、うん、だから、うん、そうそう、色をさ抜く必要がないから白髪にしちゃえば一回ブリーチとかしないじゃん。だからいいなと思ったら、白髪ってまばらに入るから結局いつまでたってもできないんだなと思って。全部綺麗な白髪になると思う。そう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 。でもこれいいですよ、評判。おばさま方からも評判。いや、ババア色なんじゃない、それが。そうですね、だからババアのカリスマ。28で早いよ、ババアのカリスマ。やだ、この色いいねって言
って言われたんですから。だからで一回そう白髪になったおばあちゃんとかが染める色なんでしょ。確かにその方72歳の方だった。相当な結構なもうぜひとも長生きしていただいて。いい方なんですよその方が。いい方じゃあ次行きますか、はい、次のトークテーマはやっちまった話。やっちまった話。やっちまった。あ、こういうのでいいんですかね。はい、この間何ですかね、電車で、はいはい、目が合った男性の方がいて、はい、その方とそのまま意気投合して、はい、行くっていう。そのやっちまったじゃねえよ。それじゃない。はい、難しいな。はい、そのやっちまったじゃない。カタカナの嫌じゃない方ですか。そう、カタカナの嫌じゃない。カタカナの、はい。難しいな、やっちまった。やっちまった、結構ね。結構ありすぎても思い出せないぐらいあるかも。でも私たち結構あります。あります？コンビで、コンビで、うん、結構酒を飲むので。ああ、お酒の失敗はね。もうちょっとこの声でわかるかなって思うんですよ。酒焼けの声、酒焼け、酒焼けザです。はい。そうです。何お酒でさ、話せる範囲で一番これやっちまったっていうのある。話せる範囲で。これ一回誰かに耳打ちでもいいんですか？それ君さん、君さんだって。君さんで行こうかね。君さんちょっと一回耳打ちしてもらって。すごいこと？君ジャッジで行きますよ。でもちょっともうちょい音絞らないと拾っちゃう。よしよし。あれ雑談してる。わかんない。失敗。あ、じゃあ私だけに失敗話していいですか？どうぞどうぞ。つい最近、昨日一昨日の話なんですけど、最近だね、旦那さんとお酒を一緒に飲んでて、ですごく酔っ払ってしまって、うん、記憶がないんですけど、道路で寝そべってたらしくて、危ないね、ずっと道路のど真ん中でずっと寝そべってたらしくて、でも深夜2時3時なんで人はいなかったんですよ周りに。だから誰も見られてないだろうなって思ってて、その次の日近所の居酒屋さん行ったら、その近所のおばさんに、あなた道路で寝てたらしいわね、もう有名人よあなた道路で寝てるってって言われて、もう近所飲み行けなくなりました。ここ、肩身狭い。もうあるあるですもんね。あるある。道路は危ないからさ。危ないんですよ、ね、これからの季節投資しちゃうし気をつけて。肌もね、肌もね、出た服ばっかり着てるんですよ。そうです、ね、この子は自分の足に自信あるんだろそれ。気がちょっとね、長いズボンが履けなくてなんか気持ち悪くて、なんかこの辺がもうシュ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 ってなる。貸したろか。交換した方がいいんじゃないですか。いや待って、しげるさんがそれだけ出すのきついわ。なんでだよ。なんでですか。痛いって思わないもん。なんでですか。後でハサミで切るから。意外に綺麗な足だねって言われます。意外意外意外。お酒の失敗大丈夫だった。決めて、あ、全然私思い描いてたよ。は大丈夫。あ、じゃあ行きましょう。もう一個あるんですけど。一つ言えよ。え、でも普通に、はい、私昔バーで働いてまして、うんうん、そこで結構飲むんですと、うんうん、で結構飲まされることもこの性格上多くて、うん、で飲まされてちょっと飲みすぎるとお腹の方が痛くなるじゃないですか。はいはい。でちょっと汚い話なんですけども、お漏らしをしてしまって、あ、でそのままトイレに入って、でもう吐きたいししたいし、もう両方重なって全部出ちゃったわけですよ、うん、トイレで。そうなんです。でその時同棲してた彼氏の方がいらっしゃってて、で彼氏の方が家帰って、あれなんか変な筋があると思って、こうやって辿ったら私はトイレにいるわけですよ。でそのままおしっこかけられたっていう話です。何の話やん。だから何でしょう、大人のヘンゼルとグレーテルというか。うまい、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 救われた今の一言。救われた。もうどうしようかと思いました。なるほどね。このまま消えるかと思いました。ちゃんと生きようか。お酒の終わりの失敗はね、なかなか楽しい失敗になればいいけどって感じ、ね、思い出としてね。思い出として、お酒は何でしょうね、私ヘラヘラしちゃうから逆に飲みたくないんですよね、うん、いや、かわいいっすよ。え、マジで。それさ、キミちゃんは酔っ払ったらどうなんの。なんかさ、急に毒舌が全てなくなるとかあんの。わかんないから。いやでもなんかわかんないとか言い出すの。わかんないって言わないですけど、トークライブで、そライブ上でそのトーなんかお酒飲むことあるなんかライブあるじゃないですか最近で、それにちょっとまちょこちょこ呼ばれてゲストで出るようになったんですけど、やっぱお酒飲まないと失礼になるなとか、まあ飲みたい気分もあるし、で普段飲まないの飲むじゃないですか。したらね、本当にね、食べたもの飲んだものの味とか何もかも覚えてるのに、自分が発した言葉あんま覚えてないですよ。あー、でもそれ分かる。後日お客さんが、
そのなんかツイッターに載せたりとか送ってくれた写真とか私めっちゃ、ね、全力でもこう、やばい、すごいテンション上がってて、いやこれやだみたいな。でも膝抱えてないんですよ全然。もうなんかもうこんなもうなんかすごいなんか余裕ぶっこいてなんかすげえ笑ってんの。マジになんか酔っ払った大学生のパリピみたいな顔して、ちょっとキメちゃんだけ今度さ、もし次来たらさ、お酒飲んでからで、やだよーずっとヘラヘラしてるよ。めっちゃ可愛いんすよ、見たいよね、ビフォーアフター見たいかさ。もうだから私人と打ち上げなんか芸人さんとか行くじゃないですか、行かないんですよ。ヘラヘラしていつもの感じじゃなくなるから。いや見たい、恥ずかしい、めっちゃ可愛いっすよ、見たいね、めっちゃ可愛い、うん、あれアミナ一緒に行ったよ、行った、え覚えてない、なんで覚えてないアミナさんいないよ、アミナさん会場に残ったんだよ。あ会場に残ったのか。そうちょっとあともう一人今赤髪のあれだよ、あーガンヒーさん、そうそうそうほらそれはそれできっと可愛いって、うん、ハザス、はい、塩対応塩対応りえちゃんは結構お酒飲みます？私お酒結構飲みますよ。おー、まあ、だってスナックにいそう。スナック、あスナックに、いや確かにあの行きつけのスナックあるかもしれない。あじゃあ働いてる側、働いてる側です。働いてたことはあるけど、それは新宿2丁目の2丁目のバーで働いてます。えゲイなんすか？あの働いてただけ。ちょっと待って、どうしようどうしよう、 あんまりボケが伝わんないぞしかもさ、あえてゲイって言ったから男じゃん。あの男性の方かなってやっぱり思いますもんね、うん、あでもゲイって女性も男性もゲイって言うんですよ。あそうなんですか。失礼失礼、そこまであのこの一つのボケに対する知識は必要ないと思ってしまいましたすいません。決めない、こっち真面目な人たちおいこっちだって真面目に生きてるよ真面目に考えに一応喋ってるわあまりにもちょっとうち動揺しちゃったからあれあれと動揺して目がこう目が泳いちゃったすいません。珍しいですよ、キミエさんが目を泳ぐことは。恥ずかしいよ。可愛いぞね。リエちゃん何を飲むの？私、うん、私でもなんか私はあのなんだろう、なんか嫌いなやつのお酒はないかも。なんでも。そうですね。でも、まあ、普段は1杯目ビールで2杯目からあのハイボール。あーハイボールとハイボールずっと飲むんですけど。でもなんかうちの親とか友達とか日本酒好きな人が多いから、あ例えば日本酒飲んだりとか、ワイン飲んだりとか。強そうですね。なんか飲んでも息が臭くならなそうですね。あそうですか。それいいな。たまにいるよね、飲んでるのにバラの匂いする人。でも本当そうだよ。あでも通った瞬間にいい匂いがした。本当そうなんですよ。今だから私興奮しちゃって出会った時どういうこと今日お願いしますって言われたけどお願いしますねえじゃねえ一人で興奮してましたもんお前喜んでんじゃねえぞって言われるっていうじゃあ、ね、そんなりえちゃんのねいい匂いがさって話して次のトークテーマに行きたいと思います。はい、はい、選ぶなら顔金どっちっていうテーマで、ね、はい、今の感じだとみんなちょっと香りに反応してましたけど、そうですね、はい、あの初情感、匂いってでも大事じゃないですか、うん、匂い大事ですね。あこれさ私こだわりじゃないんですけど、私だけかもしれないですけど、ちょ男の人の体臭をすごい気に、あの嫌な匂いじゃなくて自分の好きな匂いをすごい探してて体臭、体臭でもなんか脇とかじゃなくて背中の匂いを嗅ぎたい。あ、わかります、嗅ぎたい。いや背中の匂いが良かったらこの人きっといい人だって思う。電車の中ででも普通に私目の前背中だから大体。あ、そっか、いつも匂い嗅いでる。たまにさすごいいい匂いの人いる。それ香水なと思うんですよ。香水じゃない、香水フェロモンの感じ。フェロモン系のなんか。フェロモンだから耳の後ろらしいですよ。ここでもここって加齢臭も出るっていうじゃん。いやいや背中からも加齢臭出るんじゃないですか。耳の後ろ綺麗に洗ってたら加齢臭は結構抑えられるらしい。それがその人の本当の匂いというかそのフェロモンの匂いらしいですよ。背中、あそうなの。耳の後ろ。あ確かにそれ柔軟剤、確かにそうか。柔軟剤。背中から。レノアの匂いですね。レノアですね。レノアですね。ファブリーズ。背中から。でもなんか男の人の匂いってちょっと独特じゃないですか。でも確かに男臭、男臭、私結構匂いは香水とかつけないでってこと。つけない、つけてるとあんまりまずいなくないですか。いや私つけてる人しかあんまり会ったことない。あーそうなんだ。結構チャラチャラした人が周りに多いのでチャラチャラした人、チャラチャラした人、そうですね、ウェーって感じがウェーってなるよ。ウェーって会話するやつらしょ。ウェーって会話するやつら、ええええっていう感じの、日本語が一個もないっていう。すごい。
女子はやばいやばいとか言わせる。あ、そうそう。上上やばい。やばやばい。それドンキーホーテに集まってるやつだね。ドンキーホーテ。これから10月いっぱい出てくるよそういうの。ハロウィン。ハロウィンだから。やだな。ちなみにじゃあちょっとアンケート取りましょうこれ。はいはいはい。お金か顔かこれ。あ、もう究極二択でいくと。これ性格じゃないですか、ね、これは男性を選ぶ基準としてってこと、うん、基準としてまあどっちを重視するかかな、うん、それは付き合うのかそれとも、うん、あの案内はい案内は別に関係なく関係あるか付き合うえ、ワンナイはダメだよ。ワンナイはうちはだって絶対許さない。あ、すいません。うちはもう、いや、ワンナイはだってさ、君先生の正論。いや、うち本当にババアみたいな考え方だけど、結婚するまでやんなくていいと思う。え、ちょっと、それはちょっと掘り下げたい発言になっちゃう。バージンロードをね、バージンである。私、いまだにバージンロードで、もうゆくゆく妖精になりそうな感じだから。やばいよね。それさ、なっちゃうかも。男の人はあるじゃん。30超えるまでなかったら妖精で、なんだっけ、魔法使い。魔法使いか。魔法使い。40超えたら魔法使い。女の子ないよね。女の子は妖精なんじゃないですか。ずっと妖精かもしんない。だから私、その昔とかは、その20になったぐらいの時はなんかみんなに対しておいなんかアバズレ女とかすっごい悪口言ってたけど、今この年になってどっちがヤバいかって言ったら私サイドがヤバい年になってお前まだバージンロード歩んでんだかよみたいな。だからね、健全でいいと思います。やってそれは結婚できるそのあれがあるんだったらその余裕ぶっこいてていいのよ、うん、ないからさ偉そうに言えないんだよね。キミエさんすいません、そうかもしれないねえ、まず一つ屋根の下に他人と暮らすなんかありえないから、うん、あんちゃんなんてもってのほかです古いわ古い古いね古いじゃあキミエちゃんはガチでその他の人はまあ案内でも、まあ、どっちでもいい、フォーエバーでもいいです、はい。私顔重視しますっていう人、おお、いるね。じゃあお金重視しますっていう人、お、3対2。これ性格がないんですよね。そう、性格ない。性格ないですね。性格ないですね。超究極です。でもさ、お金って性格の結果な感じが私する、ね、まあ、そう、稼ぎ方によるんですけど。そうそう、稼ぎ方によるけど。あとこれ、女性の本能なんですけど、うん、私が女性として本当に普通に真っ当に生きて結婚します、うん、子供産みますだったら、子供産むにおいて、顔がイケメンとかどうこうよりも、ちゃんとした、うん、そう生活を送らせてあげる、その稼ぎが必要だと思うんですよ。だったらイケメンで貧乏よりも、ちょっと多少ね崩れててもお金持ってる人の方が子供はちゃんと育てられるっていう考えのもとでお金は大事なんだっていう。これね、これは私が貧乏なので余計に感じたことです。親はお金持ってないとダメ、絶対に。確かにね、子供はかわいそう。最近さ、ちょっと麻痺ってさ、お金持ってれば顔作れるなっていうなんか信じる。あ、そう、確かに。まあ、そこまでいくとね、本当にそうだね。いや、でもうちの親が言ってたんですよ、うちのアバズレの親が言ってたんですよ、うん、そこは親だから。親なんです。親はなんかやっぱりその顔がいい人と結婚した方がいいって言われたんですよ。へー、それはなぜ。まあ、あの子供のために。あ、子供のために。あ、それもそれで。そうですね。だから私はもう罰何個もあるけどって 言ってましたけど、罰何個もあるけど、やっぱりあの多分ブサイクではあなたはないじゃないっていう疑問形で言われました。でもそれってあのそうなるかもわかんないじゃん。うん、まずこの言ってる、そのだから言ってる側の女の方がまずブサイクだったら相手イケメンでも多少崩れるから。あ、やとしたら、はい、イケメンとイケジョ、イケジョって言わないかな、なんて言うんだ、綺麗な人、あの美人ですか、男の人、べっぴんさんが結婚した結果、うん、すごい濃い子供が生まれて、決してそれがいいかっていうと、おおってなることたまにないですか。結局人間ってバランスなんだなっていう。パーツ全部綺麗なんですけど、なんかわーバラけたねみたいな。あのあれですよね、木村拓哉と工藤静香の子供。めっちゃ美人じゃん。めっちゃ美人。あれもそう。で、あれそんな嘘だ。イケメンとイケジョが真面目すぎる。出せ。本当は話が真面目すぎる。真面目な人間なので。やっぱ適齢期が5人集まるとそうなんですよね。確かに確かに。お笑い番組。お笑いの番組。笑えない笑えないだよね。忘れてます。間違いなしにお笑い番組。すごいね。顔ちょっと酒欲しいな、もう。そうだよね。男は顔だよ。ということで、じゃあ、あの真面目になったんで、この辺りで企画に行こうかな。お、お願いします。はい、ありがとうございます。ということで、ここからは企画のコーナー、すが真面目なのが出ちゃったね。ということで、最初の企画のコーナーはこちらです。3つの漢字でいい感じ。はい、
3つの感じ、はい、ということですね、この企画は もう一回やるのじゃあ皆さんいいですか、タイトルコールをまさかの取り直し、はい、はい、3つの感じでいい感じ、イエーイ、はい、何このやり直しいやー、お耳がね、2度も喜んで、あ、映ってなかったか、はい、じゃあ説明します、はい、この企画はですね、皆様にこちらのシルバーボックスからですね、紙を1枚引いていただきまして、紙か、紙、あ、紙こっちの方かと思った、神様を引いていただきまして、はい、神様のお次に書かれております、はい、お題を3つの漢字で表現していただきます、うん、例えばですね、紙に書いてあるのがディズニーランドというお題だったら、連想するネズミ、夢、国みたいな形で書いてもらいます。ただしですね、漢字は必ず一つ一つ分別、あの単字、単独の漢字でお願いします。続けて熟語にしてはいけません、はい、そして正解を当てるのはご覧になっている視聴者の皆さんと、そして会場にいらっしゃる皆様です。ぜひ分かったらですね、どんどんコメント、それか挙手でバンバン言っちゃってください。時間内で最も当ててもらえなかった人が罰ゲームとなりますので、よろしくお願いします。はい、はい、ルールは大丈夫ですか。はい、これ結構ね、ちょっと考えるのに時間かかるので、はい、2人ずつちょっといきますん で2人が考えてる間に残りの3人で全力でトークしといてください。全力で、はい、じゃあどこっちができます。はい、じゃあ私とりえちゃんが引きましょう。私引きますね。はい、はい、で3人でちょっとフリートークしといてください。で、うちらはあの自分しか見ないんで、はい、はい、最近行ったパンケーキ屋さんってどこ？はい、行かねえだろ行けやついねえだろ。ただちょっと面白い話しといてくださいね怒られちゃうからね。ねえ、どこのパンケーキが美味しい？もうパンケーキ行かねえよあんな小麦粉をたくさん溶かして焼いたやつはあんなのにそんなお金かける女子意味わかんない。 あとさ、はい、あのカラフルなさ、わたあめ知ってる？知ってます、知ってます。あれ なんすか、あれ。あれはもうほんとインスタ映えですよ。あれは味はなんか別々なの？あれ全部砂糖ですあれ食べてみたい。味ないですよ。食べたくねえよあんなの。食べてみたい。あれ、いや、インスタ女だから。あー、そっか。すぐ飯とかね、妖怪飯作り女だから誰が妖怪であげるの？すぐね、すぐあげてますからね。バカみたいに綺麗な飯作りやがって飯女、飯女ですから褒めてますからね言葉も悪いだけでめっちゃ褒めてますから。褒め扱いが悪いだけになってるから。毒まむしさんみたい毒まむしさんみたいに高齢者向けしてねえわこっちは。あの老人ホームの営業行って、私ネタ1本丸々終わった後に、はい、えって言われたから、全部聞こえてない全部聞こえてないんかみたいな。えって言って、最終的に名前すら聞き取れてなかったから。あ、え、老人ホームの営業とか行きます？行ったことある。行ったことあるよね、うちらも。たらうちらの時みんな寝てるから。そう、本当みんな寝てるの。え、うち、ね、寝てたら息してますかって聞くもん。そしたら、あの、そのなんだろう、介護してる方が受けてる。でも介護してる方に向けて、皆さん今笑ったことないと死にますよって言って。もう介護さんが笑ってくれるだけでいいやん。でもどうせジジババも寝てるから。ジジババさんは。はい、じゃあ私できました。はい、いいですか。じゃあ私の感じから、はい、妄想してね。いきます。はい。これは何でしょう。車、あ、妄想じゃない、冷蔵だった。あ、冷蔵妄想したらちょっとエロい方になっちゃいますからね。車、ロ、はい、ロ、はい、冷蔵して書き込んで答えを。お、ロチュ。あ、違います。あ、確かにそうだね。おお確かに車でね、ロ、はい、ロので料金いかがでしょうか。これ私ね、結構ね、センスないらしくて。センス、そう、センス、言葉の単語、漢字のチョイスもセンスがないらしい。あ、はい、あ、じゃあどうぞどうぞ。お客様、はい、高速道路。お、違います。お客様つったな、ええかよ。高速道路、高速道路、高速道路、こっちって言って、おめえの高速だったよ。一緒じゃないか、これ私一緒。いや、やめた、やめた、すみません。私これ本当センスないんだよね。はい、え、パーキングエリア。あ、違う。はい、タクシー。お、惜しいけど違う。え、ここもなんですか。あ、そう、まあ、全然屋台じゃないんで。あ、屋台も確かにこれね、タクシーで落ち、やばい私。お、何、私ほんとセンスないんだよ。すっごい簡単だと思ったのに。はいはい、
工事現場。ちげえ、どうしてお金みたいな。あ、正解、バス。ありがとうございます。バス、バス。コメントさんです。ごめんなさい、確かにね。センスないよね。どこ？え、路線バスで料金かかるけど。なるほどセンスないんだやっぱり私。いや、そう普通だったらこれで多分ねみんなやってったらねバレるんだよね。バレるんですよ。私すごいベストだと思ったんだけど、でも結構早かったから、よしとします、はい、ありがとう出てくれて、はい、ありがとうございます。バスでした。こんな感じでいきます。じゃありえちゃんいきます、はい、りえちゃん行く前に次考えといてもらわなきゃいけないですね。そうだね。じゃ あ最後2人になっちゃうからあれだね。まあいっか。じゃあ1人考えてもらえるか、うん、2人ずつ、まず1人で引いてもらえばいいか。はい、はい、あだからアミーナちゃんだけ引いて、あとで2人か。単独ですか。今みんなが考えてるやつ。ああ、分かりました。なるほど。じゃあ行きましょう、リエちゃん。あ、じゃあ見た。はい、はい、私もでもね、かなりセンスないかも。はい、はい、これ見たらいいですね。はい、お、だ分かんない。分かります。空絶、お、早いよ。空前絶後の王の人。違う。ああ、空前絶後の。ああ、でも、あれも見ていいです。え、迷ったんですよ。見て、もういい人もじゃあって、そっちにしようかなとか迷ったんですけど、あ、これにと確かに池崎さん、はい、分かります、はい？ジェットコースター。思った。正解。イエーイ。っていう回答期待する。そう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 。空前で叫ぶし。すごいスカイダイビングで。でも私も一瞬で思いました。これさ、でも確かにさ、空は分かりやすかった。スカイダイビング。空って何？頭いいんすね。私車にしようかと思って。あ、そう、車を入れようかと思った。なるほどね。そう、空車。まあ、でも早い。早かった。すごいすごい。早いとかでも確かに。じゃあしげち、しげちっぽい感じでいい。しげちとか。あ、いいですか。うん、しげち考えといてね。はい、はい、じゃあきみさんのために下置いとこう。はい、サンキューです。考える時間が少なかったね。意外に早かった。今までジェットコースターとか平気ですか。私ダメなんですよ。あ、ダメなんだ。絶対ダメ。へぇ、ディズニーシーの絶叫がもう乗れるギリギリ。なんだっけ、あれ、あのインディージョーンズとか、あの落ちるやつ。あ、インディージョーンズ。そう、あれがもう乗れるギリギリ。へぇ、あ、ごめんごめん、想像しなかった、ごめんごめん。すいません。はい、はい、もう分かりました、もう書けます。お、すごいすごい、おすごい、私絶叫系めっちゃ好きで。あ、できました。はい、じゃあ行きましょう、アリナちゃん。はい、ドン、ででん、おほ、シル、ス、コナ、ちょっと書きたい漢字があったんですけど、分からなくて。なんだろう、それっぽい漢字もちょっと書けなくて、ちょっと難しいですよね。みんな、間違っても大丈夫だから、どんどんぜひコメント。シルとコナって逆じゃん。なんだ確かに。シルなのにコナ。これ書きたかった漢字は言っちゃダメなんですよね。そうですね。正解が出た後にしましょうか。大丈夫です。はい。ほらすごいみんな真面目。はいはいはい。お、いいですか。はい、小籠包。なぜ？なんか汁だけじゃん。汁と汁の中に入ってるから。汁し汁し。お、はいどうぞ。危ない粉。危ない。ここで書くわけがないじゃないですか。だとしたら多分シルじゃなくて白だね。白白白白。危ないとかも書く。注意の注とか書くかもしれない。なんだろう。シルで出ましたけど、シルと粉でしょ。ちょっと、ね、私エロいのしか浮かばない。むしろこれでエロいの想像つけるのすごいよ。入ってるかな。わかります。わかります。マジかよ。ここわかります。なんで。キミエちゃんも引いといてもらって。はいはい、はい、お好み焼き。おお、あ、はい、あ、分かった。違うから。お、はい、何でしょう。もんじゃ焼き。もんじゃ焼き。確かにね。そういう感じです。でもそういう感じ。そういう感じというか、もうヒントありきですか。もう、あ、ヒント出したら、そんな感じとかはいいんじゃないか。そうそう、汁です。そうそう。お汁、でも吸うんですよ。エロいのしか思い浮かばない。これもこの中さ、別の候補があってるんですよ。だからここの方が、ここが推しってことでしょ。そうなんですよ。これ多分伝わりにくいなと思ったんですよね、コナだと。いや、私聞かれたんですよ、うん、どんな感じだって。いや、もういいんじゃない、私知ってたんですけど言わなかったです。意地が悪い。汁と吸うだけだったら、なんかもう私の中ではずっとあれ、お吸い物が出てきちゃってるから。はい、お味噌汁。お味噌汁。あー、
ちょっと違うみたいな。粉はやっぱ入ってるんだね。でもね、粉が入ってるんだね。四角くなってきました。はい、はい、当てていいですか。うん、ラーメン当たりです。あー、ラーメンね。麺がかけなかった。麺がかけなかった。すごい、なるほどね。そんな笑い方麺か。アウト。アウト。麺だって知ってたんでしょ。あ、そっか。そうそう、知ってたんだ。そうそう、あ、そっか。立っちゃった。知ってたけど答え出なかったの。はい、出なかった。失格。失格、まさかの失格。じゃあちょっとまあ、チャンス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 。一応でも書いたからそれだけ見ようか。書いたね、書いたね、これだけ。じゃあ行きましょう、しげちーどうぞ。アミナが失格。私に言ったから。じゃあしげちー行きましょう。麺って聞いてた。麺ってどんな感じって。だから麦に面積の麺だよって。そうだね。でずっとこうやってやってるの。ええつ。まあそこはちょっと連帯責任で。連帯責任。じゃあ行きましょう。次行きましょう。はい、すいません。はい、どう。高い上下。今さ、はい、ディズニーの話だからもうこういうやつしか分からないです。確かに確かに。ビヨンビヨンって。高いで上下ですね。はい。お。はい、どうぞ。サンシャイン60から、はい、名和梨バンジー。バンジー、しかもサンシャイン限定やってんの。名和梨。名和梨はダメじゃん。面白いボケだぞ。面白いボケだよ今の。ヨーヨーだって、ヨーヨー。あーあー、ヨーヨーじゃないんすよ。なんだ。そういう系じゃないですね。そういう系じゃない。そういう系じゃないですね。乗り物。乗り物です。でしょ。だぜ、分かったかも。あ、もうこれで分かったかもしれない。うん、私多分分かった。言わないけど。なんで言わないんだ。なんで言わないんだよ。なんかあのもうちょっと皆さんに楽しんでいただこうかな。ジェットコースター。俺さっき。ジェットコースター。さっきあったよ。私だったよ。お、これ。あ、待って、これあれだと思ってる。あれ。あ、違うかな。手を挙げてる。あ、どうぞどうぞ。エレベーター。正解。ほら、エレベーターが。すごい。滑り台っていうのもありますよね。エレベーター。エレベーターです。これ箱だったら完璧だったんだよね。あー、いや、それも入れようかと思ったんですけど、箱は分かんなかった。上下はかけたかった。あ、箱分かりますよ。クソカムリに、あの、キーに、あの、メッツあれですよ。ブランドのスーツって何だろう。高いブランドのスーツって答えがあったの。何だろうね。あー、多分高い。あ、高い。あ、上下か。高くて上下か。スーツじゃなくてブランドのっていう。ありがとうございます。あれも答え出てた。もう出ました。うち自分の考えで必死すぎた。何だったの答え。エロメーターです。エロメーター。エロメーター。エロメーターです。レです。エロメーター書いてあったんです。エロメーター。本当だ。違う、あれはロじゃなくて多分伏せ字の箱だよ。あ、本当ですか。あれ、エレベーターって書いてありますかね。そうそう。じゃあ考え方が一緒かなって。はい、お願いします。おお、ここで箱来たよ。箱で、ね、何、ま、ネズミじゃないけど、ね、ない。あれ、多分なんかイカの干したやつ。とりあえずあの、なんかフォルムで見てください。なんかちょっと関心ね、わかんない。ウスとかそういうことですか。あれ、スルメだよね、真ん中。スルメ。はい、カブトガニみたいな。はい、ネズミが出てくる万華鏡。そんな長くねえよ。そんな長くないよ。ね、箱でなんかよくわかんない感じで光。それネズミって書きたかったの。それ言っていいんですか。あ、ダメか。後で聞こう。あれですね。なんか虫がひっくり返った感じしか見えない。あの、可愛い字書きますね、君江さん。めっちゃ可愛い。そんなこと言って早く考えろ。はい。はい、ホンテッドマンション。なんで？何それ？なんで？リア充リア充の回答。リア充の回答。リア充の回答。ホンテッドマンションってなんだ？ディズニーにあるおまけ。あ、出た、ディズニー。うわー！耳とかつけるタイプの女だこいつ。前行ったもんね。前行ったもんね。あんななんで金払って人混み行かなきゃいけないんだよ。あの、そうですね、前行って途中で寝るから。途中で寝ちゃった。箱でさ、光る。光る箱？光る箱。あ、でもその表現間違っちゃいないですね。間違っちゃいない。それって乗り物とかそういうのではない。どこまで出していいのかな。あ、そうか、そうじゃないか。惜しいまで言って
惜しいもん。じゃあしげるさんが今言ったのは違う。あ、違うもん。これ難しくない？難しいなこれ、箱でだってネズミが箱ってもネズミ取りなのなんなん。いや、そのでもね、この表現してるけどそうじゃない想像してほしいんですよね。シューって読むとかある？あ、警察のネズミ取り。いや、それそれだとしたらそれネズミじゃねえかよ。いや、大串のね。そうそうね。いや、わかるけど違う、はい、なんだ。はい、府中駅。あー、中ってのファミリーマート。ブー、まあ、早い早い。芸人さんよりボケてくれるからね。なんだ、なんだろう。はい、どういうこと。はい、下水道。下水道に光はあるのかな。ちょっと待ってください。なんでお客の方がボケうめえぞ。何言ってんだよ。意味わかんねえよ。君さんがハニカムってないですよ。なんか何も出てこなかったよ。ちょっと難しい。ヒントだよ。ヒントないですか。いや、ちょっと難しい。難しい。難しい。昼のネズミ。この時点で絶対違う。昼のネズミランド。あー、ディズニーランド。あれはでもネズミランド。いや、違う。まず、例題に、ね、ディズニーランド出してたから、出さねえだろ。ただ、1個だけ引いていい？真ん中は本当にネズミでいいの？うんうんうん。あ、それは、いいのかな？はい、まあそうです。あ、そうなんだ。三葉虫にしか見えなかった。三葉虫って株とか。さっき見たばっかなのに覚えてなかったか私。真ん中にね、線が。なんだろう。わかんない。ネズミ。全然わかんないよ。あ、すごいヒント出てるじゃん。すごいヒント出てる。マウス。はい、わかった。どうぞ。あ、私いいですか。いいよいいよ。もう当てると。いいよいいよ。パソコン。正解。やったー。でもこれよく考えたと思うんだよ。マウス、マウス、マウスね。光るし、箱だし、でネズミはマウス。ちょっと待って。光るパソコン。いや、画面が光る。ああ、液晶ってこと。いや、まず、そう、電気ってさ、文字入らないからさ、電だけ書いても意味わかんないし、電車って思われそうだから光にした。逆に何だと思ったんですか。え、わかったーっつって言ってた。いや、パソコンかなと思ったけど、私パソコン、マウスでパソコンって思ったけど、でも違うなと思った。なんでですか。マウスって打ってくれた人ありがとうございます。すごいね。マウスに助けられたわ。ナイス、ナイス。そうですね。マウス限定。電能が分かると思う。パソコンだったらダメ出しが、うん、箱のあれですか。ダメ出しすんなって、はい、若くてイケメンで超金持ってるんですよ。そう、手の届かねえ存在だよ。なんだよその情報、いらねえよ。さっきのね、顔かお金かでちょっと、あ、なるほど、両方金備えてるよってことです。全部持ってるよ。すごいらしいよ、本当に。じゃあ頑張りましょうね。だから出会おう、頑張りましょうね。出会おう。出会おう。あ、でもうまいと思います。ということで、これ罰ゲームは、はい、どうしましょうか。真ん中。じゃあ漢字を聞いてしまったルール違反を犯したアミーチー、アミーチーじゃない、アミーナちゃん、アミーナちゃん。は、新しいっすよ、アミーチーって言われたのも聞いたことない。シゲルをシゲチーって呼んでたからアミーチーって。アミーチーごめんごめん。アミーナ、罰ゲームーって。やったー、シゲルが答えるから。あげる。いやー、でも私は罰ゲームはこちらです。じゃあどうぞ、パスしていただいて。はい、わさび歯ブラシ。厳しいな。やってみたい。やるやってほしい。一応、すみません、エチケット的なのあります？エチケット的なの。ダメです、私。大丈夫。もう事前にもらっといた方がいいかなと思って。エチケット的な、必要になったら投げ入れられるシステムらしいんで、じゃあ行きましょう。いいえ、ちょっと邪魔。今日来なきゃよかった。もうやだ。わさび歯ブラシたっぷりとね。頑張れ。入会で。ああ！待って待って。わさびもう一回もらっていいですか？まさびを振り落とした。わさびを振り落としたよ。ごめんなさい。いや、マジでやばかった。すいません、ありがとうございます。じゃあ私がね、相方がやってくれる？これでもこうやって見たら普通の子だよ。いや、私相方甘やかすタイプなんで、多分優しくしか。全然普通の歯磨き粉だよこれ。はい。
さあ、いい匂い行きましょう。いい匂い、いい匂い。行きまーす。いや、みんなガーとか言わないの。いいってして、いいってして。見えるように、いいってして。あー、マジで。入れちゃいました。はい。3! 3! ちょっと考えてた。
ったのと違うな。どういうこと？あのさ、引く数字を予想してたの？予想して意味わかんねえだろ。いや、私絶対2が来ると思ってたんですよ。ああ。なんでだよ。何基準？誤差で2の質問でも3になるかもしれない。本当です。そうですか。わかりました。じゃあ、この相方のアミーナのボートレースのチャンネル、うん、見たことある人。なるほどね。が3人。これ私2人の予想だったんですよ。だってここだもんね。そう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 。はい。じゃあ、はい、アミーナちゃんの YouTube の方ね。YouTube の方です。YouTube のボートレース動画を見たことある人、はい、手挙げてください。どうぞ。おお。え、見たことないの？あ、あれやばい。やったー！すごい！すごくないですか？しげる1ポイント！あざーす。超つまんなかったけどね。超つまんないけど、なんか見てる。つまんない言うなや。たまにね、炎上してるんですよ。それが面白い。よく炎上するんだ。炎上のコメントはカチカチ見てますからね。ただ好きな人は見たら楽しいかもしれないよね。私は興味なかったから、眠くなっちゃった。なんでボートレース見て眠くなるんですか？はい、行きましょう。お、これなんだ？ 1人1人だけ。これ逆に自分だけっていうのをやってもいいってことですか？そうですよね。はい、方だけ。結婚してる人。わかんねえぞ。カレンさんがいるぞ。おお、そうだった。カミングアウトあるかもしれない。そうですよ。私だってもしかしたらないわ。君じゃ、君じゃもバレる。私案外、案外マジマジ。いや、行きます行きます、これで行きます。結婚してる人、この中で結婚してる人。おお、1ポイント。やったー。これラッキー。みんなすごいね。やっぱこの日のためにやっぱ結婚してたんで。今まで人生かけてないって。この二人ずるいわ。なんでこの日のためにバージのためにやってますの。おかしいだろ。なんだろう、この日のために。この日のためにですもん、お二人は。くじ引きました。あ、まだ引きますね。じゃあ、うん、ボーっとしてたんですよ。今なんか目が違った。焦っちゃった。これあれ、こっちの方って黄昏てたからびっくりしちゃったよ。これ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 番なんだ。せーの、え、2だ。2、難しい。難しいやつ引いちゃったよ。難しいやつ。2人。2人。でもりえちゃん1個あるよ、多分。2でできるやつ確実。あ、あ、分かった。分かりました。あ、うん、いやでもわかんないですよ、案外それも。わかんないか。なんでそれ、何を言って。過去がありますから、人には。あ、そうだね、過去があるもんね。できるやつ。もうすぐ察しちゃった。やったー、すぐ当たっちゃった。私もすぐ分かる。あれっすよね。あれっすよね。いや、あれしかないですよね。なんでしょう。どうですか。いや、全然頭に浮かばないんですけど。え、また多分リーチャー以外みんな今あれよ、あれよ、あれ、あれあるよってみんな思ってる。とりあえずそれが一番無難かもしれない。あれあるよね。うん、あ、全然いいよ、オリジナルで考えて。あれあるよ。真面目だな、相変わらず。ずっと真面目だな。え、待って、ちょっと待って、難しくない？2つ、見て、カレン臭が出てきたよ。カレン臭、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 カレン臭。このなんかずっと不安になる空気、やばい、緊張する。カレンちゃん出てきた、カレンちゃんが。そしたら、はい、じゃあこの中で、映画のカメラを止めるのを見た人。おお、相方さんがね、今ね。お前その映画知ってんのかよ。逆に知ってんのかよ。この間だってオフ会行ってたよ。のすげえ。そうそう、今カズミさんがねやってるから。有名なやつね。誰カズミさん、相方さんがカズミさん、カメ止めの坂上カレンさんね。じゃあ行きましょう。カメ止めを見た子は、カメ止めてるじゃん。カメラを止めるのを見た人、挙手。せーの。案外見てるんだよ、私。やめちゃってたよ。なんで絶対打ち上げちゃったら増えるんだよなと思って。じゃあ行きますよ。安定の、見てないから。酒ばっか飲んでるから。酒ばっか。3だ。3。お3。私もあんま考えてなかったの。3。なんで考えてないんですか。なんで考えてないんですか。絶対企画知ってたでしょうよ。3。あ、なんか慌てる自信ないな、そうなると。3。ってことは、私のすごかったってことですか。すごかった、すごかった。そこ3人やっぱすごい。すごいってか、ずるいよ。ずるい、ずるい、すごい、ずるいだよ。ずるい、ずるい、すごい、ずるい、もったいない。もったいない。そうそうそう。いや、もったいないですよ。いや、もったいない。モノマネやってる人とか言えばよかった。なるほど、なるほど。そうそう。今、ずっとテレビでモノマネ女子会出たことある人だったら、もう2人で出てるから。
じゃなかった。めっちゃデヘペロじゃないですか。ちょっとあれ探し、そのことより三七三。そんな皆さん頭いい日焼けがすごいね。三三三。じゃあこの間に、じゃあこの間行ったあのパンケーキのお話。だからおい、それ以外そのボケさ使うもなんか、何他にボケないの？ボケですか？なんでボケないのって言われなきゃいけないです。パンケーキ絶対食わねえじゃん。はいはい。あ、はい。ずるいこ、ずるいけどいいかな。ずるい。はい、いいの、ずるくていいの。今このステージ上に飲み物を持ち込んでる人、足元に純飲み物を持ち込んでる人、ダメだって。飲んで分かりづらいからちょっと持ってればいいかな。ダメだった。じゃあ雑談タイムですか。この間あのこの間あのつまんないね、ネイル行こうと思ったの。うん、そうなんだ。うん、でも私って松行くとかもしたいタイプだから。なんかどっかいい松行くとかあるの？あれ、ネイルの話どこ行ったの？あ、ネイルの話してたよなと。相変わらずだね。そういえばさ、聞いて聞いて、この前カレピッピとディズニーランド行った時の話なんだけど、なんかカレピッピずっとポップコーンばっか食べてて、なんか私一人で寂しいなと思ったの。でもね、帰りにね、可愛いネイル買ってくれたんだ、すっごい嬉しいなと思って。っていう女子大っ嫌い、マジで。よかった、どこ気づかされピッピってなんだろう、マジで。めっちゃ見ちゃったわ、今。はい、じゃあ行きます。ここ使うの、はい、出口ないから。ずっとこっち行ってる。みんな、みんな、いろいろ SNS をやってると思うんで。SNS、はい。はい。あの、今日、Twitter に2ツイート以上上げた人、きっと告知していると思うけど。意外に告知してないんじゃないか。今日限定2ツイート以上。2ツイート以上。2ツイート。2ツイート。これで12時から。あ、今日の、そう、深夜12時から。作ってあげたかな。確認していいですか。あ、そう。あ、ダメだ。真面目だな。感覚で、感覚で。感覚でやれよ。ネット番組、ネット番組。なんで二人真面目なんだ。県外だった。県外かい。ダメだ。なんで美容院行ってる人こんな真面目なんですか。優しさでいきましょう。今日にツイート以外、以上ツイートした人。足りない足りない。私申し訳ないけど1ですね、多分1か。いや、1だとみんなしてるからなと思ったら2にしてるんだけど。そうですね。はい、0ポイント。はい、ということで、はい、君は1ポイント、シゲル1ポイント、みんな1ポイント、そしてリーちゃんと私が0ポイントということで、これでも罰ゲームはじゃんけんで決める感じですか。はい。わあ、面白じゃんけんが見れるのかな。罰ゲームに向けてじゃんけん、面白じゃんけんが見れるのかな。じゃあ、モノマネじゃんけんでいきます。モノマネじゃんけん。ちょっと待って、あのさ、お互い押してやからがめんどくせえんだけど。え、なんで出すそっちみたいな。モノマネじゃんけんでやる。ちょっと女のマウンティングを出しながら。モノマネじゃんけんやりますか。モノマネじゃんけんやろう。カレンちゃんに。モノマネすると声ちっちゃくなるのな。結構ちょっとね、声が頑張って拾ってもらうから大丈夫。カレンちゃん。はい。掛け声出してもらっていい？掛け声ですか？はい。最初はパン。パンなの？違えた。最初はグー。あ、グー。こいつは絶対仲悪いよ。超仲悪い。ごめんね、チョキ出しちゃった。負けちゃった。あれ、レレレレ。透明だから結構バカにしてたら結構やばいです。やばい。すごいちゃんと変にな
なってるもん。やばいよこれ。あ、やってことでエンディング。はい。リエちゃんこのままやりますエンディング。大丈夫？このままやったらいいですかね。じゃあこのままで。早かったもんな、しょうがないからね。あとで揃おうね。はい。はい。ということで告知ある方どうぞ。ありますか？あ、いろいろ来ましたね。告知のある方どうぞ。そうね。あ、じゃあ。はい。じゃあまずあれか。あ、ミレさんのあれを。はい。消えてる。消えちゃった。やばい。ボード消えちゃうんだよね。ボード消えちゃいますね。はい。ありがとうございます。はい。YouTube にて、アミーナボートレース YouTuber という、チャンネル名で、ボートレースの動画などを、アップしております。生放送などもやっております。あとちょっとで1万人行くので。おーすごい。あと1200何人で行くので、なのでこのペースだと年内には絶対行けると思うので、はい、なのですごいね。チャンネル登録数ってこと？はい。おーすごい。ぜひ。じゃあもし突破したら何してくれます？突破したらですか？突破したら公約？公約ですか？公約ね、言ってほしいじゃないですか。なるほどね。そしたら俺登録しようかな、私登録しようかなって思うわけじゃないですか。突破したらやっぱりプレゼント企画を考えておりまして、あとオフ会などもやれたらなと。視聴者さんは今 YouTuber で稼ぎはあるんですか？はい。あ、かっこいい。じゃあもうめっちゃ YouTuber じゃん。え、ヒカキンじゃん。やばい。いやいやいや、ヒカキン先くらいからブン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 。中学生のからかい方です。決めちゃう。なんでも最後だからもう何したっていいやと言ってる。決め入るになってます。はい、ということでぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、他告知どうぞ。はい、私はいろいろライブ出ております。ですね、昨日の事務所ライブで優勝したので、来月の、事務所ライブが MC をやれることになったので、第2木曜日、ぜひとも、あと他にもネット番組やら、あと弾き語りライブとか、あとお笑いライブいろいろ出てますので、とりあえずツイッターフォローよろしくお願いします。はい。じゃあ、ありますか？リエちゃん。あ、もしかしたら。私は大丈夫です。あっちゃん、レジ。はい。はい、ラリルリエです。ね、ツイッターやってますので、そこにいろいろ今後情報とかアップしますので、はい、フォローしてください。お願いします。ねえ、リエちゃんも結構動画上げてるよね。そうそう、ツイッターでね。そうなんです。ちょいちょいとなんですけど、はい。何か見たらなんかおじゃる丸じゃないですか。なんか絵心が本当なくて、私が描ける絵はこのなんかおたまパンダみたいなおたまじゃくしと、なんかおじゃる丸か。おじゃる丸。おじゃる丸が目から血出てる。そうそうそう。うーってなってる。ありがとうございます。おじゃる丸は私ちょっと消えちゃったけど。はい、島田です。どうもありがとうございました。私もツイッターとあとインスタが、島田アンダーバー3つ32で3つで、最近今日は何の日を断密のモノマネであげるということをやっております。こちら全くエロくない内容であげてるので、なぜかエロいというコメントがいっぱい来ているので励みになりますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。いはい、ということで、まもなく終わります。どうでしたか、3人今日初登場ということで。いや、もう本当にすごい楽しかったですね。はい、初めましてじゃないんだ、私ここ2回目なんです。この3人に聞いたんだ、だから3人って言ったの。そうそう、意図的に仲間外れにされたわけじゃないから。マジか、最後までこんな感じか。ちょっとリエちゃん、リエちゃん、そう、私リエちゃん、うん、あ、おひげ、もうすごい楽しかったですね、はい、あ、終わりますね。ということで皆さん、また次回お会いしましょう。どうもありがとうございました。